地図の通りなら、あれが無教ショップだけど、あれは目か。請求列車の開拓者様、ようこそ無教ショップへ。私です、無教ショップです。私のことはドクターエドワードとお呼びください。喜んでお力になりましょう。ここはいろいろな面白い無教を体験できる場所。プラントフィルムの作品から個人の寄付に至るまで何でも揃っていますよ。私の推測が正しければ、あなたは初めてピノコニオに来た。そうですね。ご安心ください。私は細心の注意を払い、お客様が最初の無教を購入するサポートをいたします。夢の中でオーディオビジュアルの宴を存分にお楽しみください。分析が完了しました。この夢の青なら気に入っていただけるでしょう。これは匿名の個人から寄付されたものなのですが、中に入っているのは逝去したアイオン、アキビンの記憶だと言われています。この夢の泡はあなたにぴったりだと保証いたします。私は夢の泡の中の真実性に対していかなる保証もいたしません。夢は夢、それを楽しんでください。さあ始めましょう。目を閉じて夢の泡に額を当ててください。請求列車の開拓者、罪を認めるか。この夢の泡の内容について私は解釈的または暗示的なコメントはいたしません。この中であなたは夢の泡の主の記憶を共有して、彼が見聞きしたことを体験するのです。そして夢の泡の中の曖昧な部分については、あなたの潜在意識が自発的に類似の概念を抽出して保管します。お前が犯した罪は許されんものじゃが、車掌として全員の義務労働の権利を尊重する。真面目に大掃除しろ。申し訳ありません。この夢の泡を収録した時、すでに一部の音声トラックが失われていたのです。おそらく奥室の言葉にできない声は読み込めなかったのでしょう。ですが体験を向上させるため、この夢の泡に調整を加えることは可能です。つまり誰かの声を選んでアイオンの声として当てられるということです。あなたがよく知っている人物の声であれば、私が潜在意識を完璧に復元して差し上げましょう。いいえ、よく知っている人物でなければなりません。声の再現度に要求がない場合は別ですが、さあお選びください。できる限りあなたのご要望にお答えいたします。少し難しいリクエストですが、問題ありません。私は常にあなたのご要望にお答えいたします。再現が完了しました。これでさらに無教を楽しめるようになります。ではお前、そして他の乗客は以下の悪質な事件に関する責任を認めるか。
お前たちはスノーモービルで大気圏競技場に乱入して会場の秩序を乱した上、試合を中断させた。そして20名の開拓者がお前たちと一緒に3ヶ月の無償労働を行い、スタジアム外壁の激しい損傷を修理することになった。罪を認めるか？認めるよ。お前はハイアイー法律動物園に侵入した後、列車のハンコ博気分の予算を使って250匹のノーズウォーカーの幼体を購入し、それをトイレで飼い無限に増殖させた。その結果、他の車両を大量の汚水でいっぱいにするという事態を招いた。罪を認めるか？認めるよ。お前たちは食堂車のキッチンに侵入すると、そこを消毒する必要があると主張した。その後、42個の甘々パリパリサクサクパムパムパイの消失が確認された。さらに冷蔵庫上段にあった最後の列車鍋を持ち去り、車掌を飢えさせた。罪を認めるか？それは自分でやったんじゃないか。まあ確かに列車鍋は持って行ったけど。偉そうにするな。まだ言い終わっとらんぞ。それだけではない。列車のアーカイブ一括消失事件、スラーダをラウンジの植木鉢に撒いた事件、休憩時間の車掌に対する騒音攻撃事件、車掌専用おやつ保管金庫侵入事件。繰り返しますが、この夢の泡の内容について私は解釈的または暗示的なコメントはいたしません。などなど、計46件もの悪質な事件、それらすべてがお前の仕業だと認めるか？ごめんね、僕は本当に世界最悪の名無し人だ。いや、違うぞ。まさか僕よりひどい人がいるのかい？もちろん。誰？アグレッション真っ二つに爆破したやつじゃ。この夢の泡の内容は以上となります。何か感想はありますか？これはあなたの潜在意識にある願望に最もマッチした夢の泡。繰り返し干渉したければ信用ポイントで購入することもできますよ。この夢の泡が効果であることは認めますが、もう少し考えてみてください。いかがですか？お買い求めになりますか？ありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。ああそうでした、当店で初めて夢の輪を体験されたお客様にこの記念ステッカーをプレゼントしているんです。これで無強パスポートをデコレーションして唯一無二のピノコニンの旅を記録してください。すぐに七死人の手がかりを見つけられると思ってたけど、やっぱりそう簡単にはいかないな。あっちに逃げたぞ、捕まえろ。なんだ、何の騒ぎだ。逃がすか、この密航者め。
前ら、奴には共犯者がいるぞ。ちょうどいい、まとめて捕まえろ。開始いたします。おや、代価を払ってもらう。我に力を。引導を渡す。まだ立ち上がりますか。我に力を。どんな隙も見逃さない。我に力を。引導を渡す。深呼吸。支援、感謝し、まだ立ち上がりますか。あなた、それとも運命の意志か。すべて。もういい、お前ら。その辺にしておけ。長官！ったく、お前ら何やってんだ。目を大きく開けて見てみろ。このお嬢さんは、俺たちが探してる密航者か？この人は、誰？知らないのか？茶色の髪、灰色のベスト。この方は調和セレモニーのためにファミリーが派遣した保安官だ。そうか。長官、我々は密航者を追っているところでして、この少女はとても怪しい。彼女に違いありません。バカ言え。もう一度よく見てみろ。目撃証言によれば犯人は銀色のやつだ。なのにお前らが捕まえたのは銀髪の女の子。銀色と銀髪を一緒だと思ってるのか。しかも客人と喧嘩までしやがって。もういい、さっさと行け。あとは俺が対応する。いや、本当に申し訳ない。大切な客人の前で恥をさらしてしまった。俺はハウンド家のギャラガー。あのバカどもは俺が育ててる子犬なんだが、まだ若いこともあって経験が浅くてな。俺の指示を誤解してピノコニーの大切な客人を犯人扱いしてしまったようだ。本当に失礼なことをした。ハウンド家を代表して心から謝罪する。すまなかった。
ハウンド家は無教の番人で、ここで密航者の取り締まりをはじめとする治安維持活動をしている。先日無法者が宴にかこつけてピノコニーに侵入したという知らせが入ったんだ。今はちょうど調和セレモニー前夜だからな。実際よからぬことを考える奴も少なくない。安心してくれよお嬢さん、これはきっと誤解だ。こんな可愛らしいお嬢さんが密航者のはずがない。ありがとう。キャラガーさんが助けてくれなかったらどうすればいいかわからなかった。なーに、大したことじゃないさ。俺は他の用があるから先に行くが、何か困ったことがあったら近くにいる子犬を通して連絡してくれ。それじゃこの夢を楽しんでいってくれよな。さっきは君のおかげで助かったよ。危うく連れて行かれるところだった。本当にありがとう。今気づいたんだけど、君って七死人だよね。ピノコニーに来るのは初めて？君が請求列車のバッジをつけてるから、スクリーンで見たことあるんだ。君たちが銀河の各地を旅してることも知ってる。今回はファミリーに招待されてきたんでしょ？私君を案内してあげられるよ。ハウンド家には密航者と間違われたけど、私は地元の人間なの。アイリス家の役者でホタルって言うんだ。まあただのエキストラなんだけどね。公演がない時はクラークス通りの近くでガイドの仕事も引き受けてるの。もしよかったらいろんな面白いところに連れて行ってあげる。ちゃんと仕事をしてれば取り締まられることもないだろうし。気にしないで、君には助けてもらったからね。こっちこっち。この機会にここのことを知るのも悪くないな。ようこそ黄金の時へ。ほとんどの人が夢に入って最初に行く場所といえばオーディショッピングセンター。ここの無教ショップはすごく有名なんだ。その他にもいろんなブランド品とか洋服とか流行のおもちゃ屋さんとか、それからカーディーラーまであるの。十分なルーサー兵があればどんなものだって買えるよ。そういう商品は夢の中で使えるだけじゃなくて、追加サービスを利用すれば現実世界に持ち帰ることもできるの。でもカーディーラーの窓口は最近公開されてないから、車を買うのは別の機会にしてね。ショッピングセンターの外側は広場になってるの。こっちに来て、美味しいものをご馳走してあげる。
定番のスラーダも。好きなものを選んでね、私がおごるから。大丈夫、でも次は君がおごってね。注文した？じゃあお会計するね。私このお店のオークロールが大好きなんだ。だから毎日一つしか食べられないの。歩きながら食べよう。次の場所に。ブランド品のお店ね。もう少し進むとグラークストーリー、黄金の時のメインストリートだよ。ほらこっちだよ、ついてきて。こっちこっち、面白いもの見せてあげる。ピノコニーの有名なキャラクタークロックボーイ。ピノコニーで一番歴史のある有名なアニメで、ドリームタウンで暮らす主人公クロックボーイとその仲間たちの冒険を描いてるの。これまでに1万話以上放送されてるんだよ。だよね、私も可愛いと思う。でも知ってる？クロックボーイのモデルってあの有名な時計屋なんだって。知らないの？時計屋はピノコニーの歴史上の伝説的な人物で、無境世界の創始者、夢を現実に変えた人なんだよ。時計屋の羊については諸説あってね、宇宙から来た商人とか監獄制の囚人とか、はたまた時計屋はただのシンボルで、そんな名前の人は最初から存在しないって主張する人もいて、誰も彼の素性を知らないけど、誰もが彼の成功を再現して次の時計屋になりたいと思ってるんだ。彼の事跡は銀河に伝わり、夢を抱いた人たちが次々と押し寄せてきて、次から次へと宴会を開き、今の宴の星を作り上げた。だからピノコニーでその名前を知らない人はいない。アニメのクロックボーイはおっちょこちょいで自慢話が多いけど、私ね、時計屋は七死人だって説を信じてるの。だって夢を開墾するってすごく開拓っぽいもん。あ、今ふと思ったんだけど、もし時計屋が本当に七死人だったら、彼は君の大先輩ってことになるよね。ねえ、彼と記念写真撮りたいと思わない？撮りたいなら私が手伝ってあげる。して。
ックボーイの顔に何かついてる？大劇場、ピノコニーのもう一つの重要なランドマークだよ。すごく独特な輪郭をしてると思わない？現実世界ではあれはアスデナの中央監獄だったの。それをファミリーが無境の中で回収して、今みたいな光り輝くピノコニー大劇場になったんだ。建てられた時から大劇場は夢の世界のために調和の歌を奏で続けてる。そして一琥珀期に一度の調和セレモニーでは、ファミリーのメンバーが劇場に集まってハルモニア聖歌隊を迎え、ピノコニーに永遠の平和の祝福をもたらすの。私たちがいる場所はまさに黄金の時の最高の展望ポイントなんだ。ほら、ここには特別に望遠鏡が設置されてるでしょ。もうすぐ金琥珀期の調和セレモニーが始まるから、早めに席を取りに来てね。次は楽しく遊べる場所に連れて行ってあげる。
スラーダレクリエーションエリア、エディオンパーク。ここは人が多いからはぐれないよう気を。ここは黄金の時で一番規模の大きい公園で、ピノコニーのソーダ文化のシンボルでもある。あの超巨大なソーダボトルがスラーダ社の本社ビルだよ。スラーダの起源は監獄時代に流行った甘い薬で、スーサさんが発明したからスーサ水って名前が付けられたんだって。それから青函商人のエディオンがビジネスチャンスを見出してスーサ水のレシピを買い取ったの。彼はそれに大量の気泡を加えてスラーダと名前を変え、さらにシロップ主義を打ち立てた。スラーダを飲むことは新しい生活様式だと主張して、それによって今日の奇跡的な成功を収めたんだ。知ってる？スーサ水の最初のレシピでは夢見草っていう今では絶滅した原料が含まれてたの。だから今ではピノコニーの夢でしか初代スラーダを味わえないんだよ。それにここでしかシロップ主義の本当の意味を理解することはできない。時間は人を待ってはくれない。早速だけどいろいろ案内してあげる。この自分たちを演奏してる楽器はスイートピノコニーの夢では多くのものや設備が屋室の影響を受けて自我を持ってるの。それがファミリーに飼いならされてゲストのためのスイートドリーム劇団になったんだ。でもそうしたものも危険な感情や記憶に影響されてあちこちで悪さをするナイトメア劇団になっちゃうことがあるから、うっかり遭遇したら必ず近くの警備員に助けを求めてね。ここにアトラクションの管理人さんがいる。エディオンコインをもらってきてあげるね。管理人さん、こんにちは。私の友達は初めてピノコニーに来たんだけど、彼のためにエディオンコインを交換してくれない？もちろん構いませんよ。無教パスポートを見せていただけますか？氏名は、はい、パスポートとコインをどうぞ。楽しい時間をお過ごしください。コインは全部で何枚ある？全部で10枚ですね。これでピノコニーのいろいろなアトラクションを存分に楽しめますよ。ありがとう。ほら、近くのアトラクションを体験してみよう。とりあえずの目標はコインを全部使い切ること。うん、思いっきり遊ぼう。どれから遊ぼうかな。君は初めてここに来たわけだし、一番簡単なやつから始めよっか。夢の並び替えとかラッキールーレットなら簡単に遊べると思うよ。
ここは知る過去の伝説。なんでまだ戻ってこないんだろう。あれ？ドリンクバーの方に行ってる。過去の伝説。ポイントは全部使い切ったし、ホタルを探しに行こう。この楽園を紹介することができるから、私はここに属さないけど、ここは私を受け入れてくれた。私もここを愛しているから、他の人と共有したかったんだ。
私は少なくとも今は。そのもう少し近くに来てくれる？もっと近づいて、君に聞きたいことがあるの。ねえ、君はピノコニーに一人で来たの？気づいてるかどうかわからないけど、私さっきから君を連れて遠回りしながらいろんな場所を案内してるの。それは誰かが君の後をつけてるから。振り返らないで、彼のターゲットが君なのは間違いない。私たちがギャラガーさんと別れた時からずっとついてきてる。君の友達かなとも思ったんだけど、なんとなく違う気がして。その人の身長は180センチ前後、誤差は2センチ以内。体格はたくましくて、明らかに鍛えてるのがわかる。歩幅は大きいけど、足音は聞こえない。とても軽快で、こういう歩き方は足跡が残らない。彼は戦闘に長けてるみたい。特に秘密裏に行われる戦闘に。手のひらは大きいけど、指は細長くて柔軟。多分刃物の扱いに慣れてるんだと思う。短剣とかナイフとか。そういう人知り合いにいる？マインネットのコート、グリーンの瞳、ダークブルーの髪。あ、来た！おや、僕の大のお得意様、開拓者のお兄さんじゃありませんか。本当に久しぶりですね。まさかここであなたにお会いできるとは思いませんでした。いやはや本当に運がいい。はい、あなたの親友サンポです。正真正銘本物のね。僕に会ったことがそんなに意外ですか？これも全てあなたのおかげ。ヤリーロ6の門戸が開かれたんですから。この人は？おや、美月さん、僕のことを忘れてしまったんですか？ベロブルグではあんなにあなたたちを手伝ったのに。私はホタル、アイリス家の役者だよ。ああ、そうでしたか。やっぱり。それほど時間が経ってないのに、こんなに大きく顔が変わるわけありませんもんね。お会いできて光栄です。僕は散歩、彼の古い友人です。よろしくお願いしますね。もうそんなこと言わないでくださいよ。冷たいな。サンポさんはピノコニーで何をしてるの？何をしているかって？あお嬢さん、面白いことを聞きますね。あちこち歩き回ってハクチュームを見て休暇を過ごしているだけですよ。ピノコニーで他にできることなんてないでしょ。あ、そうそう、ちょうどよかった。せっかくピノコニーで会えたんですから、よければ僕にこの近くを案内させてもらえませんか？
あなたたちのことはずっと観察していました。ホタルさんは本当にピノコニーのことをよく知っているようですが、大人の遊びについては僕の方が一枚上手かと。大人の遊び、どうやら図星のようですね。さあ二人とも、この散歩が大人の世界を体験させてあげましょう。サンポさん、ホタルさん、何を心配しているんですか？安心してください。誓って公序良俗に反することではありませんから。ほとばしり過去の伝説。